ハイニッカは、ニッカウイスキーが製造し、アサヒビールが販売する、ブレンデッドウイスキーである。1964年にニッカウイスキーから販売された。ハイの由来は、オーディオ用語のHi-Fiから取られている。2級ウイスキーとして、発売当時500円という低価格で発売されて、大人気となった商品である。1964年の当時のハイニッカは、2級ウイスキーで、あるがゆえ、モルトとカフェグレインの2つの原種のブレンドにスピリッツを多く含ませて、ウイスキー原種の比率を少なくして販売していたが、それでも酒税法の限度の最上限までモルトを使用していた。しかし、500円という価格が受けて人気を博し、ライバルであるサントリーが対抗して、かつての赤札をサントリーレッドに改称し、同価格帯で復活させて応戦するという事態になった。1978年10月1日の酒税法改正で2級ウイスキーの原酒混和率が 13% から 17% に引き上げられたのを機に、モルトの比率を増量したハイニッカデラックスにリニューアル、ラベルも白から黒に変更し、同時にラベルに書かれていたHi-Fiも商品名同様のHiに変更。これと同時に廉価版のハイニッカマイルドを追加した。この時、CM キャラクターに俳優の草刈正雄を起用し、注目を集めることとなった。その後1984年8月にラベルの衣装を現在と同じ薄橙と赤に変更。CM は引き続き草刈正雄を起用したが、この時から発売時以来続けていた CM ラストのジングル、どこどこどんが廃止された。1986年2月には横展開商品として等級。及び、アルコール分はそのままにブレンドにスピリッツを一切使用せず、モルトとカフェグレインのみのブレンドとしたニューブレンドハイニッカを発売した。CM は内藤康子の私を捨てたら怖いよ BGM に1928年に公開された大河内伝次郎主演の無声映画血煙高田馬場の一場面を放送した。1989年4月1日の酒税法改正後は、ウイスキーの等級制度が廃止されたのに伴い、既存のハイニッカデラックスは、ラベルの衣装はそのままにブレンドが大幅に変更され、モルトとカフェグレインのみのブレンドとなった。晩年の竹鶴正隆が晩酌にこのハイニッカを愛飲していたという逸話もある。2015年2月24日から、数量限定で1964年に発売された、当初のハイニッカの味を忠実に再現した初号ハイニッカ復刻版が販売された。2015年2月に発売された初号ハイニッカの復刻版。1964年の発売当時のラベルの衣装のついたボトルに入っている。同年9月1日にラベルをリニューアル。これに伴い商品名をハイニッカデラックスから無印のハイニッカに改称。初号時代に近い衣装に変更されたほか、横一本の赤ラインが斜めに変更されている。また、ラインアップも見直され 720ml 瓶のみに整理された。ただし、味のブレンド自体は変更なし。ニューブレンドハイニッカを除く2級、ウイスキー時代の主原料は、モルト、グレーン、スピリッツ松尾 138P、AB アサヒビール内ハイニッカ。竹鶴正隆の情熱が息づくウイスキーハイニッカで晩酌を楽しもう。から、アサヒビール。その後、ブラックニッカクリアブレンドに同容量の紙パック仕様が追加されたのに伴い、それと入れ替わる形でそのまま出荷終了、販売終了となった。ありがとうございます。